ただこの人数だとまあ二巡するぐらいになっちゃうのかな、東大戦形式。8対8。はい、まあ2キャラでもいいけどって感じですけど、あれちょっと久しぶりにやりたいなっていうのがあるんですよね。と言いますと、点数、点数というと、点数が試合終わった時に点数多かった方が勝ち。あー、いや、ザンギ不利や。ザンギはね、いや、ザンギあれ波動拳ガードしてリバーサルタブラリーで1000点ずつ勝てるんですよ。ファーストアタック重要ですよ。あとあのスパコンを食らわないってのがあるいいですね。スパコン食らったらその苦労が全部水の泡っていうね。そうですね、ええ、こっちスパコン食らわせてもね、1万点だけだからね、フィニッシュ。いや、1万何歩か入ってるんですけど、ええ、ドンドンズグルドンの分が あーはいはい、そうかそうかそうか、合計でね。ただもう結局だってね、リバサでリバサというかね、フィニッシュで真空食らったらそれだけでもうね。ザンギよりね、フォークの方がきついんじゃないかな。ああ、まあまあでしょうね。まあ一応コンボはありますけど、ええ、いてえ、おっと、まあどう、あ、一度と足んない。あー、鈴鹿パンチが強い、こねていく。よし、じゃあ、どうします、本当にリバーサースパコン禁止にしますか、ニーナさん。任せる。あ、バルボグはいないですけど、いないとは言っていない。爪を拾ったら負けルールもいつかやりたいですね。じゃあ、はい、僕のルール聞いてもらっていいですか。あ、じゃあルール発表でーす。いや、今日は久しぶりのあのクソルール中のクソルールと言われる、はい、点数で勝負。そっちか。点数です。フリアは、はい、はい、点、試合終わった時に点数が負けてたら負けで、試合勝っても負けです。そういうことですよね、はい。まあさすがに2ラウンドね、取られてて点数では負けてるってこともそうそうないですからね。いや、1ラウンドスパコンフィニッシュして、はい、2ラウンド取られるってあるから。あ、まあそれはありです、ありです、ね、そこでね、あのしょっぱいしょっぱい試合をすることで、はい、点数勝って、はい、試合に負ければ全然ありえます。ええ、このルールどこまで悪用できるか、そういうところですね。多分そういうプレイヤーいないでしょ、それをなんかやってきたっていう、ええ、やべえキャラが何キャラかいて、ええ、まあ、チュンリー、バイソン、まあですね、リュウですね、ええ、このあたりはね、ちょっとボーナス、あの、はい、縛りをつけてもいいかなぐらいに思ってるんですけど、ええ、まあいっか、とりあえずやりましょう。で、東大戦形式で歌っちゃってますけども、はい、このルールだと東大戦がね、ちょっと微妙なので、ええ、個人戦トーナメントで行います、はい、よろしいでしょうか。もう同意の意見もないので、もう勝手に進めちゃっていいんじゃないですか。何でもいいよっていう感じですね、皆さんね。最近そんな感じやん、もう。で、はい、2キャラ持ちは、あー、2キャラ持ち、はい、一発トーナメントとダブルエリミどっちがいいですか。ダブルなんとかって何なんですか。敗者復活戦あり。あ、そういうことっすね。あー、でも確かに人数少ないからその方がいいのかもしれないっすよ、ね。いや、どっちでも同じなんですよ、試合数。あ、そうなんですか。へー、わかんなかった。これはあの、1人だけですか。 2人1チームとか、3人1チームとか。まあ、する必要がないかな。ないんだ。そういう感じですね。でもなんか2人1チームの方がほら、なんか点数稼げる人と稼げない人で組んだりした場合とか。ああ、抜けられるかもしれない。なるほど、うん、なるほど。そう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 。それでなんかそう、合計点で競うみたいな。点数を足すのはあの記録が難しいので。ああ、そうなっちゃうか。なるほどね。一試合一試合リセットする必要があるので。まあそうなりますね。で、一時集計しなきゃいけない。そう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 。
じゃあ完全に一人一キャラのトーナメント。一人敗者復活アギ。一人一キャラトーナメントで敗者復活アギが不難ですかね。集計するんであれば。そうっすね。そうしましょうか。その方がね、うん、はい、じゃあ皆さんメインキャラを書いてください。あ、いや、キャラ変更かで。あ、はい、なるほど。キャラ自由にします。ただし、事前申告でお願いいたします。それはじゃあその場でってことですね。その場でお願いします。今回敗者復活ありで行いますのでよろしくお願いします。なんで毎回これフラッシュプレイヤー入れ直さないといけないですか、はい、おかしくないですか。それはこっちのあれになってますね。へぇ、じゃあ、これから来るとかあれば聞きますけども、いなそう、いないかな。はい、じゃあ締め切っていきまーす。選手席と。じゃあ、シャッフル、シャッフル。じゃあ、皆さん、一旦、の字合いストップして、ルールを聞いてください。デスさんのだ。ここもデスブロックです、ね。はい、今日のルールは点数が高い方が勝ちです。試合が終わった時に点数が高い方が負けてた場合でもそれは点数高い方が勝ちになっちゃいます。点数の稼ぎ方ですね。サブ、キャラクター自由、キャラクター自由です。毎回変更かでいきましょう。剣は稼ぎやすいでしょ普通に。メストで集計してた時トップクラスに高かったはずですよ剣は。はい、というわけでノージェイ配信だよこれで終わり。スパコンフィニッシュ、リバーサ1000点、ファーストアタック3000点。この辺、超重要。あと S キャラは不利だからやめた方がいい。じゃあちょっと戻してください。そうですね、あと体力とタイムですね。コンボダメージよりコンボ点の方が重要なので。はい、ですね、ですね。まあ、あとはこのゲームをどれだけ知ってるかっていうところにもかかってきますね。対戦しかやってないね。逆になんかコンピューター戦しかやってないようなプレイヤーの方が強いんじゃないかみたいな。それはある、ね、ありますね。はい、特殊トーナメントでございます、はい、そしてあら、しょっぱな。そして、はい、じゃあはい、これはね、じゃあ出しときましょう。はい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 、こんな感じです。
はい、トーナメントが決まりました、はい、ちょっと字小さいですけど、ゼロ回戦1個あるんで金子対ニーヤーからいきますんで。お、熱いよこれ。いや、点数勝負はね、ホンダワンチャンあんのか、わかんないけど。いやでも得点だからねっていう。キャラクターは自由です。ですが 1P2P はどうします。いや、ガイル 1P2P は上が 1P 下が 2P です。あ、決まってますね。ニーヤーさんが 2P、 金子さんが 1P でお願いします。毎回キャラ変更か、その代わり申告制です。はい、申告。まあ、かぶせにはならないし。さあ、まあメインキャラの金子がいるか。あ、すいません。まあこれお互いメインキャラになりましたね。さあ、ゼロ回戦から始めていきましょう。本日は、はい、点数が高い方、スコア勝負です。そうです。さあ、ここまではパーフェクト。ガイルは不利と思われているが、はい、ホンダもそんなに、うわー、ビヨンで3段6200点ゲット。でかいですね。早速1万1000点 で、ね、でかいでかい。すでにもう2万点近い差がつきましたね。ガイルが不利な点はですね、はい、やっぱ削りが多いこと、はい、ここが不利ですね。でも確かに効果がないですからね。あーっと、すでに死の予感が。得点以前の問題。フガフガはね、あのダメージ高いんですけど、はい、100点ずつしか入らないんでやめてもいいですね。ただまあ点数の問題になっている。これは完全に優勢なので。さあ、金子どうする。普通に殺される。さあ、ニーヤー勝利。では次、タコ様対グリグラです。はい、タコ様ワンピー。ワンピー、はい。今日はルーザーズあるので1回負けてもまだ大丈夫です。何使おうかな。何使おうかな。これフェイロンはね、強いっすよ。フェイロン強いよね。俺フェイロン使おうかな。フェイロンがね、ぐちゃぐちゃにして勝てるんで。しかも劣化剣3発入っただけで結構稼げない。実は通常だと2700点500。あ、さあ、これもメインキャラ同士、タコ様ザンギ対グリグラフェイロン。コンボがつながりやすいキャラの方が、まあ、当然高いですね。有利だと思うんですよ。はい、フェイロンなんて、劣化剣をとりあえず1回入れちゃえばっていうのがあるので。おっとー、やるぞ。タコタコタコ3ヒット5000点安いな。ただやっぱりラウンドに勝つと当然点数は勝つ。そうなんですよね。ファーストアタック重要です。さあ、グリグラこれピンチなんじゃないか。これラウンド最初に取るの本当に重要なんで。そうですね、そうなりますね、自然的に。そう、点数を稼ぎつつ勝たないといけないから、負けた側は。うまいぞ。劣化神経、これはだいぶ高いぞ。1万7000点。そしておいしい4900点。あ、もうこれ追いつく、追いついた。石化を削る。あ、タイムボーナス、そうね。そうなんですよね。勝利ボーナスとタイムボーナス。残念みたいなキャラだと相当でかいんで。ただ、タコちゃんも普通に立ち回りがうまい。ただ、点数は負けてるぞ、タコ様。タコ様、あ、支援。あ、あ、あ、キャー、あ、下手くそ。いや、迷ったんじゃないですか。わ、気持ちわかる。変なルールですね。あー、こんな繋がってグリグラ勝利。普通に負けた。普通に勝てばいい。はい、ペルオ対バイパーです。これホーク一番不利じゃないですか。だとしてホーク一番不利かもしれないですね。ペルオ 1P、 バイパー 2P でお願いします。キャラ自由ですが申告をお願いいたします。バイパーさん、これ点数、点数だからね。点数バイパーさん光ればいいだけだから。これ画面戻してあげて。さあ、バイパーさんキャラ迷ってますね。あ、始めちゃう。ガイル、はい、了解。
まあ、1回負けてもまだ下のトーナメントありますのでお願いします。おっとバイパーさんガイルですね。バイパーガイル普通に普通っていうか超強いです。ただバイソン戦はどうなんだろう。流線は相当なもんだと思います。これね、あのバイソンのつかみ減っちゃうので、あれはうまく使うべきですね。うまい。さあ小判止めてソニックダッシュアッパーから、うお下がって中パンダグランド。今のうまいですね。ガイル2000点しか入ってないっすよ。裏剣とかいろいろ当てたのにいろいろ当たってるはずなのに2000点しか入ってない、ね、どういうこと。ガイルはね逆に相手の点数を減らすことができると考えればいいんじゃないかなと。さあバイバーペース出だし投げる、パーフェクト。これはでかい。パーフェクトで3万ボーナス入るんで、これはでかい。一気にペルをスパコンに命をかけるしかない。この状況は熱いんですよこのドゥール。そうですね、これでバイパー、おーっと強ヘッドで、バイパーさんこれ一生しゃがみガードっていうのがあるんで、そうするとね、つかみ点が100点ずつしか入んないから、あーすげーでかいです。さあクレジー縛り、テレジーさえ食らえなければオッケー、バイパー勝利。ちょっと待って、まだ一応点数入って大丈夫大丈夫バイパー勝利です。なんだこのルール面白いな。パーフェクトはマジやつ。これもうこれ 1P2P で OK と 1P、シューさん 1P です。グッチさん 2P、 その後2回転対中野で行いますので、今のはこのルールをもうマジマジと見せつけられましたね。キャラクターの申告を聞いてください。はい、シューさんは OK、両者メインですね、ええ、しかしまあ負けてもいいからってところがでかいですね。点を計算してダメージの計算ではないっていう、めちゃめちゃ稼いだった場合、ええ、一生ガードってのがあって、まあ、いや下手ですよね。もう投げだけで死んでもいいよみたいな。で受け身取るとこうやって入るのでまず6でもね、まあ、バイソンの場合受け身取れないからねっていうのがありますけども、そうなんです、まあ、その代わりね100点ずつしか入んないんですよ。100点はひどい。しかしまあここはあれですね、お互いもうメインキャラで 1P 側がシュウさんで 2P 側がグチさんで、ただシュウさん500点しか入ってない、これ真空超高ですからね。さあただお互いスパコン、あー43,400点、8ヒットで40,000点これはやばい。一気に5万点稼ぎましたね。いや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 、そしてファーストアタックも取ったので、ええでリバサも取りました。ワードスなら勝ちは本当にありますよ。ですね。あと本当もうグッチさんももう真空をもね、ホームで当てるしかないですね。1000点ずつ稼いでる。さあ今もなんか中は真空行った方が良かったぐらいな。当然なのですね。さあこれは1万5000ぐらいか。そうですね。2万5000。さあこれは厳しい。スパコンが欲しいぞ。どうしてもスパコンが欲しい。どう考えたら、あー終わった。もうファーストアタック3000点を持っていかれる。さあゲージは貯めた。まあまあまあ、グッチさんはもうスパコンを真空を当てないといけない。いや試合に勝ってもこれは、あーっと今危なかった。あーあれはノーチャンス。しかも13もスパコンじゃなかったか。結構盛り上がってんじゃないですかこれ。なんかみんな普段の動きがおかしい。そうなんですよ、だからそうですよ、だからやっぱ剣もそれ有利なんですよね。小足出っ歯であんだけ点数入ってしまうので、やばいですね。さあ次は、ニカさんと 1P 側、ニカさんと 2P 側は中野。いやーキャラ申告これね、ニカさんね、どのキャラも使えるってことですごい悩んでますね。もう中野もそうなんだよ、あいつこいつ何でも使えるから、中野くんは。こうなるとお互いの読み合いも面白いですね。何でも使える。もう申告がこっち受けてますよ。ニカさんはさあもう中野はニコニコしながら絶対やりたいと。
おっと、これは今日のスター杯の決勝のカードですよ。おほ DJ バルログまさかここで合わせてくるとは。ただ内容が違いすぎるという。いやいや、ものすごい高度な戦い見せてくれますよ。しかも色も一緒フジモン対モーダー申し合わせたように。お、先にさあファーストアタック取ったのは DJ、 DJ、 そして画面端に追いやる、そして投げて、ここまではなんかはもう普通の戦いな感じですね。お互い点数を気にせずに。バックスラッシュでゲージを貯めるのは中野バルログあれでも溜まっていくところが嫌ですねおーあった、引っかかってしまって、さあ3ヒットフィニッシュで止めてから、あっ滑取ると1万点という。ああ、じゃあこれ下手にガードしてても良くないってことですね。バルログ側はバックスラッシュやってるだけでも別に、はい、点数入んないですからね。見たら入ってませんね、はあ、まだ2000点しか稼いでない。2000点しか入ってないよそして DJ は3万点そうそう、ただあのバック転でリバサで点稼ぐしかないっていうで、リバサが出ないこれで線で稼ぐ、線で稼ぎはしかも当たってしまう。あの死んじゃうよ、死んだら意味ないよ、死んだら意味ないよ。さあスパコン入って、スパコン入ったけども、しかも100点ずつしか入んないんですけど点数入んねえし、バルログ弱いんじゃねえこれ。やっとしてこのルールだと弱い説が。おお、とりあえず1段で通る。だって今スパコン、はい、スパコン、スパあフィニッシュしないと1万点入んないってことでしょ。そうですそうです。今入ったのってあの投げてる100点100点300点ぐらいしか入んない500点だけそう、あっと、うわ、いて、あ、リバサが潰されて、投げて、投げて、さあ、内容は熱いが、さあ、コンボができない、コンボできない、よって、あー、スパコンが出ない、いや、これ、どうすんの、あ、そして負けたのは、なぜか中野バルログ、点数です、点数です、点数は DJ でした、はい。そっか、バルログもやっぱ詰め取られるとっていうのと、あとはやっぱコンボがないスパコンのフィニッシュぐらいしかないっていう。次は、あ、あえです。次はデレロー、 デレローの 2P 焼き鳥。これ7って入れればいいんだっけ。数字でエンター、あれです。やべ、タコサマペローになってるしさあデレロー、ちゃんと点数だよ、点数だからね、点数点数、シンクを入れるとめちゃめちゃでかいってことだから、うん、おっと、おやべ、聞こえてるよ。もうやらば、まあこれはお互い流体決定流同士ですね。デレロー流体、焼き鳥流、確かに脱法の力を持ってしても点数は稼げないと。とりあえずシンク当てれば、さあ開幕からバックジャンプ竜巻、引っかかる。ファーストフィニッシュを取ったのはデレロ。ファーストフィニッシュはやばいですよ。ファーストフィニッシュじゃないですよ。ごめんなさい、ファーストアタックですか、ね、ファーストアタックだ。他ゲーになっちゃいますからね、これ。さあ投げて、投げて、悔しい。さあ先ゲージ貯めたのは、さあ真空だけ、あー真空出ない、危ない、今の危なかった。さあ大足、さあお互いゲージ貯まって、さあ あでも数えていたのか。あ今勝利、おーっとおっと、このこれはダメージ以上に得点がでかい。前段ヒット2万1000はやばいっすねやばいですね。バイソンもだから強いってことか、やっぱりそういうことですね。バイソンとか、あとやっぱチュンリーですか。チュンリー強いね。チュンリーだって、はい、6発入るもんね、スパコンね。あとまあ大体テンション入ったら8発になりますからね。そうだそれだけの。さあ勝利間に合う。ただまあ試合でリードしてても投げる、オッケーオッケー、点は入らない。いやただ勝利ボーナスで2万点お入った。結構でかいですね。さあこれでファーストアタック取れば追いつくんじゃないですか。結構このファーストアタック超重要、重要ですね。さあダイヤシー、ダイヤシー体幹入って、お飛ぶからの3段、いい3段、これはいいですね。あー惜しい。さあゲージを貯める、先に貯めたが、あ中盤ハード、さあこれは熱い、
ナイスガード打ってしまった。おお投げる。これは熱い。点数がほぼ一緒。昇竜拳落として、これ800点差。800点差。さあこれめちゃめちゃ投げる投げる。おおあ、さすがに。これはああさすがに。いや、いい試合だった。すごいいい試合。得点的に、得点的にも試合内容的にもめちゃめちゃ熱かった。じゃあ廃人とエロモンさん、はい、お願いします。廃人 1P、 廃人 1P、 エロモンさん、はい、了解です。あ、キャラ聞いてます。大丈夫、大丈夫。うん、うん、じゃあ 1P 側が廃人ユーノ。エロモンさんどこの人なからない。スーピー側のエドモンさん、ミカド勢の方で、こちら方も竜で、またこれも今度はフェイドオンステージですね。さあファーストアタックがどっちが取るのか。あ、ここは廃人が取って、中古差勝利で勝れる。おリーバーサー大勝利、強気だな。さあ得点もリードしてるのは廃人ですね。ゲージもリードしているので、そろそろゲット。さあゲージは待って、さあ真空だけは食らいたくないのがエロモン。さあ中盤で落として真空で削る。さあ残ってるドット、どうする。さあそのまま削り終わる。ここで感謝ファイヤー。特に残りタイムと残り体力のその分が得点なんのもでかいですよね。そうですね、早めに勝負つければそれだけタイムボーナスも入りますし。そうですね、はい。投げる、受け身がない、画面端。さあ試合内容的にも点数的にも勝ってんのは廃人。圧倒的な廃人がリード。さあゲージも溜まった、画面端。さあ真空は当てたいがどうする。そしてゲージがないのがエルモン。あれもないかなぐらい。おお投げて、おっ気分がある。あ真空出ない。さあ出ないぞ。耐久勝利も出ない。ここで真空当てて34,000。勝ったのは廃人。やりますな。これ敗者復活あるんでまだ帰んないでください。そうです、まだルーザーズがあるので皆さん諦めないで。はい、じゃあ 1P 側が福井さん。はい、福井さんはどちらの方で。あ、福井さん札幌の。あ、今こちらに住んでる方で。でまあ 2P 側が西欧のチュンリーで、これチュンリーかなり有利まあ、キャラ的にも得点的にも。しかもホンダのスパコン超弱いから全打ヒット。ああ入らないっすもんねキャラ的にもこれホンダが超きつい。ほらまだお互い0点と1点同士、1点同士。おっさあファーストアタックはビンター。しかもゲージも溜まってしまった、まあ、こうなるともう下手したらこの得点を守りくるぐらいの感じですよね。テオは若干はきっちり引きつけてからテンション、テンションもしかも100点ずつしか入んないんだね。あーっと暴発してしまって、あーっと大いちょうができず、ちょっと遠かった。あー話じゃなかったですね。テンションで落とす。さあバックして調理を取る。盤石なのは盤石ですね。もう瀬尾はもう得点気にし、お大いちょうが入ったが、ただ大いちょうも全然点入んないですね。もう投げても全然100点ぐらいしかいないそこ難しいですね。これ必殺技の投げって大して点数入んないってことか、連続で入れるやつとか。そうなりますね。大いちょうは2回投げるじゃないですか。はい、さっきのバルログのねスパコンとかひどかったもんねひどかったですもんね。しかも投げ切った後の最後の点数入んないみたいなねどうすんのあれっていう。そこら辺も考えなければいけないということですね。もうきっちり連勝で飛び落として、そして下がって距離を取るのが、おっとコパンが潰されたか。いやホンダ全然点数入ってない。まだ2700点しか入ってないですよ。どうすればいいんすかねホンダって。でも張り手振ってても点入んないっすもんね。しかも張り手が出ない。おーっと大一丁これ試合に勝てば。あーおーおーとなんだ今のは。今のはなんか、しかし2300点しか勝利ボーナスが入ってない勝ったのに勝利ボーナス2300点はやばい
まあまあ、とりあえず次のラウンドにかけようぐらいな感じで。でもパーフェクトもないでしょ、だってもう。あ、もうないですね。ええ、しかもまあ、しかも中に鬼武装1ラウンド3回当てらんないし、まずこのゲーム。そうそう、中期に鬼武装つながんないっすもん。つながりにくいですからね。2技30回や。ただまあ、それ以前にまあまだあの、セオチュンディがまあ、パーフェクトペースというね。さあ、ここでスパコンフィニッシュ、そしてパーフェクト。パーフェクト。最大点数よ、もう10万点超えた。10万点はやばい。10万点やばいっすよ、このルールで。これがチュンディの強さってやつですね、もう。とりあえずは1回戦が終わったところで、トーナメント、ウィナーズ決めちゃう感じ、ウィナーズ決める感じ。じゃあ先ウィナーズ決めるので、よりぐらさんが 1P、 あ、そうだ、福山さんニーヤだ。あ福山さん忘れてた、ごめん。ごめんね福山さん、忘れてたわ。ええ、お、福山さんこれはあるよ。福山さんが 1P でニーヤさんが 2P で、あ、キャラは自由です。本当キャラ自由です。福山さん、本当はね、このルール的にきつい。バルログも弱かったね、このルール的に。ワンピー側が福山さんに言うで、さあまさかの新岩さんがガイル、ホンダじゃないのかと。これガイル稼げるんですかね。いや稼げないと思いますよ。さあファーストアタックは新岩ガイル、ただ、はい、ガイル点数取れないですけど、さっきも2回転が言ったみたいに、はい、相手の点数を取らせないっていう戦いができると思うんですよ。あー、はいはいはい、特にリュウガエルとか、ええ、真空とか食らわなければ、食らわなければ、さあ歩いてる。おお、500点しか入ってない。500点しか入ってない。リバサも出てない。おっと、お互いちょっとぎこちないが、さあ中圧ファイヤーで、そしてブッパ様が当たる。ブッパ様が、あーちょっと高かったですね今のは。さすが、さあめくりはガードになぜか打ってしまう。なんか狙ってるぞ。なんか狙ってるぞこのガイルは。サブキャラすぎる。さあこれで得点もほぼ並びんだ感じですね。あ、与えてくれて福山さんが逆転。ニアさんピッチ、うまい、ナイス勝利。まあ、ニーヤさんが飛んでしまったところに当たった感じですかね。ただこれまだ分かんないですよ、これこれ分かんないですよ。なかなかいい勝負でも、本当400点差、体力ではかなり差がついている。おー、ナイス、大キックが出ない。あー、竜巻入って垂直から大足、やばい、同点。あ、これで福山さん500点リード。あー、勝ったのは福山、福山さん点数的にも勝ちました。じゃあ続いて、はい、 1P グリグラ 2P バイパーさんお願いします。ここはどうなんでしょうね。ペイノマ結構有利だと思うんですよ、やっぱり あのレッグ曲から連続技とかですね、うん、自分がそれすげえ体感したんでよくわかります。あの普通に劣化剣も3発つながっちゃうんで、ええ、3発つながった時点で多分そうですね、はいはい、3ヒットコンボで、あ、バイパーさん OK、 はい OK です。さあグリーンリーダーさん、ワンピーグリーダーさんが龍ベガ、バイパーさんベガ、バイパーベガはなかなか動画では見ないんじゃないですかね。これ貴重ですね、はい、色もあれですしねみたいな。さあ、あ、ファーストナイスコンボ、うまい、うまいが、あ、でも安いぞ、飛びに行けなかったが、まあとりあえず2ヒットは稼いだので。さあ飛びを大処理落として、めくりはカード投げて受け身がない、こうやってゲージを一生懸命貯めるのがグリクラだが、もう一回さ、あおおおお、大サイコで強気だ、なんか正面衝突したみたいな。ダイゴスにサイコが思いっきり入りましたね。ダイゴスも結構判定強いんですけどね、やっぱ最後には負けます、負けますね、さすがに。さあこれでベガが2万点で先リードして、あーまたコンボが入って、さあピオラナイがやばい、ピオニチぐらい、ただピオラナイが大勝利落として、めくりはガード、さあ残りナイス勝利、うまい、ナイス勝利、あーめぐり、あーコンボ繋がらなかった、コンボ失敗、負けたのはグリグラ、バイパーさんの勝利です。
か普通な感じで終わりましたね。俺だ俺。あ、お願いします。シュウさんとニカさんですね。ええ、あ、わかりました。お、じゃあ頼んだぜ。この放送事故。ワンピー側がシュウさんが剣で、お、ニカさんがニカさんバイソン。お互いメインキャラ同士になりましたね。普通に戦うのかスーパーコンボからまでいくのか。いや、まあそれがまあ普通にやってね、コンボ入れられればね、点は入るから、このお互いキャラが。そう、お互いマスアタックはシュウさんの剣。お互いこれスーパーコンボフィニッシュじゃなくても点数結構2万点以上入るキャラなんでね。え、そうかな。来たか。あーっと、ちょっと高かったが。さあ、如意棒が当たって、お互い体力は若干ニカさんがリード、ただ得点はシュウさんがリード。さあ、スーパーコンボで仕留めたいところだが、まずは1本取っておきたいぞ。あ、波動が当たってシュウさんと、グランドが刺さる。まあ、まずは2回転さんが若干リード、100点ゲット、若干リード、若干リード。さあ、早速タンバ入ってシャワー3000点ファーストアタックも取って、しかしシュウさん連覇一発剣だったぞ。あ、波動を踏んでからの、お、リバーサルで1000点稼いだ。いまだに体力も得点もニカさんがリード。さあ、お互い難しい。あ、よく見ている、ニカさん辛い感じか。多少に、あー、繋がらない。ただまあ打ち切りでもね、まあさあもう体力、あともうシュウさん残り数ドット、得点的にはまあまだあれなんだけどもみたいな。ただこのラウンドを取らないと、あ、これ、そう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 、あれ全負けあると、そう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 、もうこうなったら得点は抜きでね、体力を奪うみたいな。ニカさん放心状態。いや、わざと最後連打してなかったですかね。さあ、これ、あー、ファーストアタックでリードされるが、結構いい勝負だぞ。さあ、勝利引っかかって、今2000点、今度は、お、勝利から膝つかみでいって、しかも得点もリード。あー、でも体力で、あー痛い、ヒーモフに痛い。シューザー、あれさえ食らわなければ勝っちゃうぞ。やばい、もう、あー、やっちまった。さあ、こっから送りからの投げ。得点も、うん、試合内容もシューザーの勝ち、勝ち、はい。なんかいろんな呼び合いが発生していたみたいですね、みたいな。どうでした、なんかいつも通りやっていたのか。まあまあまあ、あんなもんですよ。ええ、さっき勝ったのがバイパーさんでしょ。はい、はい。で、俺が勝って、はい、で、ハイジン君が、キャラ決定済み。さあ、次は、ワンピーが焼き鳥で、ツーピーがハイジン。はい、とりあえず 2P 側が廃人の竜の、 1P 側が焼き鳥のバイソン、脱法バイソン。さあ、ファーストアタック取ったのは焼き鳥。さあ、リバサも当てる。さあ、もうガンガン押している。廃人は500点しか入ってない、入っていない。しかも、お、今のまま、あー、シング使っちゃった、シング使っちゃった。あー、ここは冷静にヘッドで落としましたね。さあ、開幕ヘッドで、さあ、もうすでに画面端、もう内容的にも得点的にも圧倒的に押されてはいますが、これにひたすらゲージを貯める。まあ、溜まった、ナイスガード。あー、今でも中足もガードになっていた。ここでどう、あー、今後ろから、おい、打っとけよと。あっ、さあ、これは削りきれない。これは真空が当たんない限りはもう負ける要素がほぼ倍賞もない。ないですね。もうなんかずっとこのままガードしてればいいんじゃねみたいな、もう。もうガードしてるだけで勝ちじゃないですか、これ。ね、ほんとそんな感じですね。波動拳をわざと食らい始めたせい、ああ、まあ、でもスパコン。さあ、ここは貫禄勝ちですね。でした。はい。あー、勝ったのは焼き鳥バイソン。さあ、ここで、はい、1P 側がセオチュンディの、 2P 側が福山さんの竜。お互いメインキャラですね。
さあそしてダルシムステージ、あーさあファーストアタック取ったのはセオチュンリー。ただこれはお互いスパコンさえ入っちゃえばいくらでも逆転できるカードだと思うので、そうですね。あ今もう出なかった、あそこの強波動はちょっとやばいですよ、強気ですよ。さあしかし投げるガード、スパコンガード元気っく入れて、あーわっさり使った。ただまあこの内容だったら試合が、あー試合に勝てばってとこでしたが、やはりセオが冷静、あそこの飛びはさすが通らないですね。さあ第2ラウンド、とりあえずゲージを貯めた方がいい気がするのはどうでしょう。そうですね、なんかゲージの貯め合いでしたら竜の方が有利みたいですもんね、この組み合わせも。まあ有利とは思わないですけど。お空中竜巻で落として先に溜まったのは福山さん。さあ当てられるか。さあショーパン止めて、ダヤシ投げて、受け身が投げる、うまいぞ、うまいが、ただいいです、うまいが点も、あ得点は追いついた、追いついてますね、900点差。さあこれでファーストアタックが結構重要になってくる、なってきますね。さあ10秒過ぎてファーストアタックお互いまだお互い冷静、まあ、あゲージを溜まったのは、あーファーストアタックはチュンリー、チュンリーあ、打ってしまった、ありですよ。ただまあ、リュウガンもまだ溜めてますね、ゲージもう溜める、うまい、ナイスだよし、おガード、ガードこれ点数まだ分かんない、先にまあ5000点差ですが、あーシンク溜まったぞ、これは全然分からない、ここは慎重にいくか、ダイゴス、ダイゴス打ってしまったが、打っちゃった、そこで打つのはよくない、歩いたところに飛行剣が当たってしまった。やつ、はい、次はシュウさんとシュウさん 2P で 1P 側がバイパーさんですね。わかりました。2P 側がシュウさんが剣でバイパーさんがサガット、サガットは、はい、ありっすね。サガット戦といえばシュウらしい、本人が言ってましたが、あ、まあムナージさんってやってるからよみたいなとこですかね。あ、小物道を思い出してほしいですね。あのタイミングで、あ、今のヒントいいですね。ただまあまだサガットが体力もとってもリードしている。うわーっと手元昇竜は点数が高いぞ、1000点入ります。さあ100点差、あ300点差、バイパーさんが、ま、このぐらいはもう、あーもうこれでゼロドット、あこれはですね、はい、スパコン抜けがあるので、はい、剣はちょっとやりづらいですね。スパコン2ヒット食らうといきなり3万点オーバーするから、あーもうこの状況でしたね。さあお互いどうする、ここ、とりあえず球の打ち合いで、さあワンチャンを狙う、うわーっと、あ、これね、ガードして死ぬのおすすめです。あ、ガードですか。まあ今はもうゼロドットでしたが、おっと、おシューにとシューが飛んでいく。このルール、サガットが光り輝く感じはある。はい、特に剣戦、あーっと今も下体が、お上昇で体育、上昇で体育、アパカ、下中アパカですね。若干剣リードですが、 あそこ今出したかったですね。うまい、うまい、お、刺さって、おっ、あー出なかった、お、いい下体が、あやってしまって、あーまあ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 、まあ、これはね逆転ギリギリないぐらいですね、はい、ええ、結構やっぱなんかレッパーの処理って難しいですよね。レッパーもむずいですね、どうしても空中ヒットになるから脱力までありますね、はい、このルールだと。さあ画面端追い詰められて、あーっとタイガーの出かかりが、ジャンプ当たる、あー大パンが届かない、端っこはきついんです、端っこはきついんです、端っこはきつい、閉じ込められて終勝利、よしよしはい、その後焼き鳥 1P 福山 2P です。お、うん、違うよ、セオ君だよそれ間違えて、間違えて逆になってましたはい、焼き鳥 1P セオ 2P でお願いします。さあキャラは
手に、はい、まあ、強い人は点数を稼げると、はい、いうことが分かってきましたね。まあ、あえてやっぱりあの脱法もここはメインでは行かずにチュンリーが相手でもどうなんですかね。いや、てかフォークは単純に弱いですからね。まあでもなんか何もせずに殺し切った方がそのまま点になるっていうところも、あ、まあでもハメを、はい、リバーサーで抜けられて1000点稼がれるじゃないですか。あ、それを落とす技が100点なんで、はいはい、いや、あ、損ですよね。プチって感じで一生リバーサーを出し続ける方が点数が高いという。おうまい、竜巻を肘で落としたが普通でしたね。投げられる、まあ、1ラウンド目取ると、はい、かなり動きができますので。そうですね、ファーストアタックはどちら。まだまだ削りだけ、お、中足が刺さって3000点。投げ受け身もね500点入るんで。ああ、なるほど。なかなかいいです。投げた側は点数入んないです。点数入んないし、あれでピヨール、あーあーっとまあこれはあの体力分がかなりあるんでね。あ、ただまあ結構点が入りましたね、やっぱりタイムボーナスを、はい、体力ボーナスで。さあ3ラウンド目バーサー、これはいい勝負してますね。そうですね、内容的にも点数的にも。さあ、とりあえずお互い優勝を貯めて、3ラウンド目内容とか言ってらんないんで。貯めました、はいあー、抜けて試合終了のお知らせ。もうまだある。そうですね、真空が入れば、真空でフィニッシュしたらもう勝ちですから。まあこれあとずっとガン待ちみたいな。下手したら投げだったら死んでも、おーっと、うー、今危なかったよアッパー食らって、いや、このままなんか死んでもいいんじゃないぐらいな。あーぶんねー、転生で落とす、転生で落とす。さあ、瀬尾くん連戦です。あ、そうこのまま、決勝戦ですね。決勝戦、ウィナーズの、そうですね、シュウさん 1P のセオくん 2P で、シュウさん 1P のセオ 2P でキャラお願いします。チュンリー、はい、はい、それではウィナーズ決勝です。この後、はい、ルーザーズやっていきますので、皆さん入らないようにお願いします、はい、そうですね。で、 1P 金子、 2P 中野でルーザーズ次の試合です。あ、なるほどね。あ、じゃあルーザーズの前にちょっと自分トイレ行ってきますわ。中堅がうまく勝ち上がってきましたね。そしてショーチュンリーは勝った上で点数も稼ぐという。さあ、でっかい2400点、しかも減っている。このルールどうですか。そう、いや、極論負けなきゃ勝ちなんですけど、はい、やっぱ点数スーパーコンパのミラクルもあるっていうね。そうですね、これ当たらない感じだなこれは不利だわ。リバーサーにシートしたのか。おお、あっと、これはいつもの今のはね、はい、いつもの癖なんでしょうね、多分瀬尾さんのね。そうですね、さあ3000点でかい。これ1ラウンド取ってこの点数は逆に不利まで呼びますね。全然ありますね、これまだ不利ですね、しかしチュンリーこのクラゲ製造で、あーしぼんぬ、しぼーランチキーすか、しぼーですさあ勝ち上がりはセオチュンリーですね、まあ、チュンリーが無難ですね、これね。ルール的に相当強いということが、前回は4万点天井だったんですけど、今回はもう青天井なんでね、10万点も出ました。まあ決勝戦は、はい、4万ラインとかにします。天井設けてやりますか、はい、さあこれは金子さん、それでも買えるかでしょうね。さあ、ここからルーザーズです、はい、中野さんのダラシの対金子さんの帰る。ダルシムは、はい、さっきちょっとテレピンが言ってたんですけど、リバサブラストで1000点稼ぐって言ってました。あ、出ねえじゃんあ、でも強いぞ。確かにインフェルノすっごい強いんですけど、削り勝ちはよく見るんですけど、生当てってあんリバサソニックももちろん出せますね。投げて、おあ、あ、
いでかいでかいでかい、これはでかい。1万9000点金子、さっきの台無し。金子さん頑張れ頑張れ、うん、さあこれはもう使わせて OK ですね。そうですね、もうちょっとガイルだからね、セーフティーもあるかもしれない。リザルトが相当弱いですね、ガイルは。真髄度が高いイコールリザルトが弱いです。真髄度は高いですよね。真髄度高い。さあゲージを貯めつつ頼みのファーストアタックを取らぬぞ、1000点を奪うという、うん、まあまあまあ、こんなことトレピー考えてきますね、これは。さあ負けなければ OK という状況を作り出しましたからね。1万6000点で勝ってるんだか。まあ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 、あ、こ、いや、まだまだまだ結果が、ダメですね、金子さんの負けです。トレピーインフェルノ一発で勝ち、ダルシム倒したんだけどな。ダルシムを倒したのに負けという、金子さんの負けです。かわいそう。すっげえかっこよかったんだけどな。ダブルだったな、はい、デレロー対エロモン、はい、デレロワンピー、エロモンさん、デレロワンピー、エロモンツーピーで、キャラクターはオッケー、はい、デレロさんもオッケーですね、はい。その後福井さんがワンピーの、ニーヤさんがツーピーですね、はい。今日は点数が高い方が勝ちというルールでやっております。さあ龍龍ですね、龍龍は真空勝負か、もともと真空の何でしょう、重心が高いと言いますか、はい、そうですね、やっぱりかなり頑張らないと真空もらわないような立ち回りができないんですが、これは当てる技術とも出てくるのでね、うん、いいだけで当てる技術もあるし、ぶっ放しも何回使えるかっていうところですね、あとは。そうですね、あの例の竜巻でね、そうそうそう、例のあー3万4千点デレローが秒ボーナスも1万点くらい入るぞ。これはでかい。さあエロモンさん当てるしかないぞ、まあ、竜は強いっすね、こういうとこ、中盤フックで、さあいつもと動きが変わってくるのかどうか、もう明らかに動きが違ったのはトネピーぐらいですからね、今のところそのルールに準じた動きですね、ルールをちゃんと考えて、エロモンさんいい勝利だぞ、シワシャドってエロモン、こっからあと一度とたまるぞ、これ当てて勝ったら一気に、あー危ない。あそこは真空ポイント、あぶないっすけど投げて、さあこのまま真空、デレローはあとごちゃごちゃして結局投げられる、しかし点数が安い、3万5000点差ついてるぞ、あリバーサル重要。この3ラウンド目の先手でかいな。どんどん離れてきますからね。真空波動拳フィニッシュは確か4万、真空、あ、フィニッシュにすると3万強ぐらいいきますよね、確か、あのボーナスが高いんですよね、普段、おぉ 安く済んだが、エロモン、あぁ投げる勝ったのはデレロー、はい、削りフィニッシュ1万点です、あけぼのフィニッシュになれば1万点のはず、強いよ。さあ次は 1P 側が福井さん、福井さん、そして 2P 側がニーヤさんです。ニーヤさん、キャラ、福井さんキャラ聞いてないけど、まあいいか、この後タコ様対ペルロです。さあ福井龍、福井龍久しぶりですね。さあ開幕ジャブで点数を稼ぐ、もう4000点するんですかね。これね、相当キャラ差ありますよ、このルール。ナイス処理からの表投げる、シグダムだぞ、投げ返した、あはは、あー、それだけ
これはやってしまった。フィニッシュだと2ヒットで3万いくんでしょうね。あでも竜だからな、まだセーフティーではないな。そうですね、トリックで、これ打ち合いが、まあ、ゲージが溜まるのが早いのがガイルのいいところではある。そうですね、なんだかダブルサマー生当てとなると相当厳しいぞ。中足をペチペチ当てて、あーっと何か狙っている。この男動きが変だ。これ、ま、自爆者パターンか。これ真空チャージ完了して、だろ、なぜそこで、ダメだぜ。しかしねえや。俺が10万点いかなかった。ギリギリがね、9万3000点。オーダーいかなかったな。高かったですね。明らかに後半動きが不自然でしたからね。不自然でしたね。キャラクターはタコ様も OK です。まあ、この後の試合は、はい、グッチ 1P 中野 2P でございます。はい、お願いします。さあタコ様さん擬態ペルオバイソン、あこれはあれじゃないですか、あの3月の頭に始まる、はい、あのカードじゃないですか。これはあそうですね、やりますね。コミオ対田渕くんやりますので、皆さんご期待をお願いします。僕が一番期待してないと思います、あのカード。いつもなんでやんのみたいな、残儀だってていつも言ってます。当たり前じゃないですか。しかしペイルを勝ってるぞ。ペイル負けてる。でフィニッシュでも1万点だぞ。確か1万点入ってる。残儀を当てても1万だぞ。さあ、まあ、グランドは勝ても OK。 一覧を取らさない。なるほどね。そう、勝てば勝ち。そう、さあザンギはですね、取られるときつくなりますね、これ。めくりを狙われるところは全部ガードですね。スクリュー2000点で終わりです。お死んだか。おいけないか。これはおおペロ、うーペルオー冷たい作業。いいやっぱペルオ勝利。やったな、ペルオ。グッチ対中野ですね。はい、グッチさんは OK です。これマルチプレイヤー同士だとちょっと無駄複雑な表現。複雑です、これ。さあ次はデレロー対2回転やりますので、はい、デレローさん準備お願いします。さあ 1P 側グッチバイソン、 2P 側は中野さんのダルシム。中野ダルシム、うまいな。お前ヘッド食らって、そろそろお互いチャージ完了するぞ。おーでかい。3万4000点。しかも秒ボーナス1万5000ぐらい入る。これはあれは投げられドランティーですから。あグッチさん5万7300点差です。絶望。クレイジーで勝ちたい。あ中野さん来たか。1500点稼いでいく。じゃあ、まあ、クロスがね希望の人が変動します。うまいぞ。あごちゃまやる。しつこい。大パン。うんこれはグッチどうすんの。そうガードしたら絶対クリーチャー当たらない。トネピ強っ。赤のうますぎる。今のうまかったですね。さあ汚ねえよと言ってますけども。ってことはグランドアッパー遠目透かしのクレイジーは入ったはずです。そういうことですね。そうですね。さあはいデレローさん 1P で、さあ 1P 側がデレロさん、そして 2P 側が2回転さんです。はいデレロさん決まりましたよ。はい、さあ 1P 側がデレロさんは魂のキャラルー、そして 2P 側はなんと2回転キャミーです。さあキャミーはこのルールはちょっとキャミーは どうなんでしょう。ただ、2回転の目論見的には、はい
デルローさんの出す波動に対してスパコンを多分見てから抜けるっていう できるぜ俺は的な感じですね。それで点差稼げるんで実際デルロー流橋本追い詰めたぞ。ここで仕留めたい。しかし、ダメか。ゲージが溜まった。ここすぐ狙ってる。ほら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 あわわわわわわ点数4000点。しかし2回転ナイスリバーサル。そうそう、あのキャミー戦を知らないと、ええ、ついつい巻いた波動を打っちゃうんですね。はい、で2回転は多分それを目論んでのキャミーなんです絶対。あのキャミー戦やってねえだろ的な感じですね。これは性格悪いやつですねなんかちょっと便乗便乗が来ますさあさあゲージ終わった。また来るぞ。波動待つだけ、波動待つだけ。適正な波動はダメだぞ。そう、それでいい。さあ全然点数入んないぞ。このキャミを真空に任せてくるぞ。投げて、じゃ負けてももういい。ナイスカード。削り圏内になるとダメだぞ。あっ、これまあこれ負けたのちょっと痛い。これで差はちょっと秒がな。ただまだ点数が1万2000点差。さあフーリガンの数3000点はいってでかいっすね。これ一勝フーリガンか。ナイスカード。リバさん、いい勝だぞ。デレオさん、リバサで越して、リバサでちょっとずつ点数稼いでますね。そうです、デレオさん、フィニッシュ技注意だぞ。うわあ、危ない。確定だったか。真空じゃなかったのがマラクスピ。さあ、歩いてダイヤシ倒し、技倒し、注意。真空さえこれ、食らなきゃこれ秒使われてるぞ。これ、1秒100点だぞ。真空さえ当たらなければ。おー、ダイヤこれ、やさばけるぞ。デレさん、じゃあ違うんだ、倒しちゃダメなんだこれは、これは2回転の勝ちです。いや汚いですね。大人の勝ち方です、これはあれこれおかしくない。7の勝ちかね。次が新谷さん、あ、違うな、ここか。じゃあ、駒連戦、新谷さんとグリグラさんじゃないですか。あ、新谷さん対グリグラだ。はい、新谷さんが 1P でグリグラさんが 2P でお願いします。そうですね、普通にカードだと、まあ、あのカードになっちゃうんですけど、新谷さんも OK。 さあ新谷さん対グリグラさん、 1P 側新谷さんが本田、そしてグリグラさんが両方、はい、読みバッチリナイス読み勝ち。さあステージが楽しむ。ちょっと早いステージだが、さあバースアタック取ったのはニーヤホンダ。点数で勝っとかないともうひっくり返せないんだね。竜巻落としてうっ、さあお父さんだ。あ、ピヨッタ真空でしょこの真空はでかい、これはでかい。さあ5番点グリグラゲットさあバースアタック、そうフガフガはちょっと点数が低いな。これファースト、あれパーク、パークとかあるな。あーパーフェクトがなくなったー、名称かいや、これ倒しちゃうぞ。まあ、早い時間で倒して、まあ、そうそうね、7000点入りますからね。で、しかも体力がまあ結構残ったので、そうですね。ただそれでもまだ倍ぐらい点数があるという、うん、さあ、歩きつかみ、あ、いや、あ、そう、パークだら勝ち、パークだら勝ち、おおおいいパーフェクトスーパーコンボいらないさあ勝ったのはニーヤ、パーフェクト勝ち。で次がこれはもう何だ、ペルオ対福山。さあお互いメインキャラ同士、次は僕とハイジンさんですかね。そうですね。これはゲージ
りをためにお互い削りたまりますね、これで。まあ、削りでもいいっていう感じなんで、この2キャラは削りもしやすいからいいですよね。そうですね、最後の5ドット以内に削れば 1万点とりあえず入るんで、そうでかいと思いますよ。あ、大丈夫かな、埋めた、終わったっぽい。あ、危ない大丈夫今危ない、入ってない、これもあとガード出んちゃうの竜巻はちょっと、あ、削れね、これ、あ、まあ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 、あ、今のクレバーなくらい、まあね、いや、ちょっとゼロドット残っちゃうとね、そう、スマホも垂れちゃうから、そう今のは罠と、あの、レバー型しなかった福山さん、はい、偉いですね。パーフェクトもないので、あー、ちょっともう投げられてる、あー、やばいんじゃないの、やばいんじゃないの、これ。さあ、ヘッドで切り返す。まあ、スパコンでもね、どっからでも決める、あー、あるよ。どうやってスパコン決めようね、これね。いや、ほんとどうやってスパコン決める、あー、投げられて、どうしようね、これ。とりあえず、あ、ラウンドは1個勝った方がいいですよね、とりあえず。そうね、次に繋がるんで。あー、わかんな、いや、でもこれさ、勝ってもさ、あー、減った、いや、まだまだまだ、ラウンドは取られた方がね、いい、あ、取られた方がいいってことか。そうそうそう、そうそうね、勝っちゃうとね、もう終わりだから、多分。そう、これでも、あー、わかんない、わかんない。さあ、このファーストアタッカー結構重要。そうですね、恋姫無双みたいだな。そう、さあ、ゲージが欲しい福山。そうですね、お互い溜まって、最近のゲームだとファーストヒット取るとゲージ1本溜まるゲームあるんですよずるくねえ、それ。そうそう、だから結構ね、緊張感があるんですよ。あ、さあ、わかんないぞ。あ、これ削りで殺したら勝ちですよ。あ、あ、エロ、エロ削ったら勝ち。あ、あ、あれこれは倒しちゃった。これ微妙、微妙、ギリ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 100点ぐらい、あと多分5秒ぐらい遅かった、多分負けてたかもしんない、うん、さあ、今ペルオが勝ったので、敗人、敗人ですね。タネピーもキャラ決めちゃってますね。さあ、これがルーザーズのセミセミファイナルぐらい、もう一個前か、セミセミセミ。さあ、ナイス2段、あーっと中国届かず。さあ、着地に投げて、ハイジン君は川又サイドを目指しているので、川又サイド相当弱いと思うんですよね、これね。インフェルノ、とりあえずまあ OK、 ガードでいいですね。あ、あのドリル汚い今一瞬、一瞬当たったかと思った、真空。これ状況は敗人有利なのでは。そうですね、とりあえず試合に勝ってれば。あーっと、ゲージは欲しい。これはか、お互い勝つのが微妙。リバーサル、リバーサルとね、1000点取っていくスタイル。いや、インフェルノミスです今のは。ただ6000点の差がないので、そうっすね、これはいい試合。昇竜、ナイス昇竜、1000点でかいぞ。さあ、ゲージをために入る。あ、今のなかなか、お互いスパコン警戒が多いですね、さすがに。おっと、うまい、あー、まあまあ、差が1万点もないぞ。これで2万点差、1万2000点差か。いやいやいや、2000点差です、2000点差。さあ、トネピアこれ、トネピア勝つしかないですからね、トネピア勝つしかないが、1000点しかない。さあ、逃げる配信どうする。うわー、ナイスブラスト。そうし、あでっかっ。おい、これこれガーフですね、最後は。確かに言われてみりゃそうだ、トネピーの邪悪な笑みが
そっか、あれ強制的に入っちゃうやつだ。そうですね、飛び道具しか入らないんで。そうだ、この2キャラだけですよ持ってるのは。今のすごい天才的な、天才ですねこいつ。今の天才トネピー、このルール全一を目指すんだ。これはあー打っちゃった、もう何もない。トネピーの邪悪な意味そうか、自分で食らうっていうね。これよくいい試合でしたね。あ、じゃあ2回転対ニーアです。戻ってきました、ワーンと。さあニカさんとニーアさん、さあキャラは、はい、ニカさんはどうキャラも面白いんじゃないかと煽られてるよこれ。このルール熱いね。おお、わかりました。さあ 2P 側のニーヤさんがホンダで、ニカさんはベガ。これどうなんだろう、どうなんで。いや、キャラ的には当然ホンダですよ。そうですね、ただ点数的には。さあファーストアタックは2回転ベガ。なんかこのままこの点数を守りきってもいいんじゃないかぐらいな。これガード、うまい。あーやっちゃった。さあ、おコンボが入ってフィニッシュ。これスパコン今連続技でフィニッシュしたってことは、とりあえず倍入るじゃないですか。で今勝利したんで結構点数入ってますよ。入りましたね、早速3万点のリード。さあ内容的にも点数的にもニーヤさん押されている。これホンダ取り返すの難しいと思いますよ。これホンダここから3万と、とりあえず、はい、このラウンドは取っときたいですよね。次に、そうですね、次につながるんで。ただ取ったところでそのホンダって点数入れられるないですよね。基本ベガ殺すって言ったらあの大いちょうではめ殺すみたいな。これも点数が入らない。とりあえず次のラウンドでパーフェクトが、パーフェクト、あ、なるほど、絶対条件、絶対条件ですね。パーフェクトでなくても、はい、2万点台で殺さないと無理ですよね。そうです、まあ今のところパーフェクトペース、あ、パーフェクトペース、さあパーフェクトペースだぞ。あー、削られた、もう終了の知らせ。さあ2回転はもうガードしかしない、ガードオンリー。これレバーで斜め下に出てるだけこれさあここじゃ、あー、これ容赦ない。ニカさんが俺はゲームを捨ててねえぞと。さあ試合には負けた2回転が点数で勝ったのでトーナメント勝ち抜いた2回転ナイス。さて次は、はい、ペルオ対中野が先かな。お、ペルオ 1P、 ペルオ 1P の 2P が中野。さあキャラは、さあ最強キャラだと言いながら入っていったペルオさあこの中野の牙城をどう崩すかですね。もうこのルール最強じゃねえかって思うか。そうそうただ今のところ1点で、まあ逆になんかバイソン的なゴリ押しでいっちゃえばいいんじゃないかなってところもある。とりあえず最初のラウンド取るのはやっぱ重要ですよね。とりあえずペルオもゲージを貯めたので、さあリバーサル先手が取った。ここは13グランドが入って2ヒットコンボフィニッシュ。あ、まあ、これで1万4000点さらにだから2万7000点入ってるので、ええ、さあアーバルヘッド。さすがにダルシムもバイソン相手に点入れるのも難しいでしょうから、ちょっとこれはあれですかね、このルール的にも。とりあえず、はい、ラウンドは取っといて次の3ラウンド目に持っていくっていうのが、ええ、出ないと点数稼げないですからね。そうですね。さあここはしっかりガード。あー、もう体力的にもリードされて、あー、やって、やばいよこれ。さあここで5ヒット、タイヤが入った、ピヨっちゃった。これが一番やっちゃいけないパターンですね。これはでかい。やはりこのルール最強は中野なのか。こうなるとペルオもこのパーフェクトペースを守って、それもこの式、あー、パーフェクトなかった、投げはバレていた。
やはり二筆は強い。ただまあゲージが溜まったのでこれが当たってくれれば、さあガード、さあ中野は絶対スパコンは食らいたくない。そう、もうこの後もう化けてもいいからと。まあもうガード安定だな。また斜め下しか入れてない。ああ上がっちゃったこれは届かないよね。ああ変わったな中野、やはりこのルール最強。なるほど、ゼロドットスパコンを警戒していたわけですね。じゃあ2回転対焼き鳥ですね。はい、はい、2回転さんが 1P で 2P が焼き鳥。さあこれキャラ重要、重要ですね。これメインで出しても、あ、はい、ニカさんは決まった。オッケー、はい、キャラ決まりましたよ、はい、お願いします。じゃあ 1P 側がニカさんのチュンリーの、さあ2回転読んでた。お、ただ読みが当たって、さあキャラは2回転チュンリーに、はい、焼き鳥 DJ、ね、あーファーストアタック。あ、確かになかなかスパコンは当てづらいですよ、 DJ 側が。 DJ、 そうですね、チュンリー側はまあそうですよね、当てやすい、当てやすいですからね。さあ歩き見てから、あーっとめくっていたが投げ返された。ただ点数は、おお今歩いて投げいったとこかな。さあ飛び越しはしっかり見てからバックジャンプ、踏まない。さあ順位様落として、おー危ない危ない、今なんかまた出てた。やっぱり発生が遅いから普通にガードが余裕で間に合っちゃうんですよ。あーもう垂直ジャンプタイパーも強い。さあ逃げる逃げる、あー打ち、あー打ちで残りお互いゼロドット、ちゃんと受ける。これはお互い点数は入らないかな、入らないですよね、入らないですね、ええ、さあ200点差、すげえいい勝負、いい勝負。さあファーストアタック取った。さあ焼き鳥、おーっとコパンでめくりに行ったが食うぐらい。さあここはしっかり壊しましんがもガード、あでも入ったら点数でかいですからね。まあやっぱあの連続技でしかも多段ヒットは結構でかいですよね、ええ、しかもまあチュンリーだったら大体ピヨってしまうような、あ壊しましんがぐらいじゃ多分ピヨんないんですけど、はいはいはい、めくり食らった後だったら、食らった後だったらですね、はい、あとさすがに届かない。さあ体力はお互いほぼ一緒、ただ点数的には DJ ですね、 ですね。あー踏んでしまった、今のは痛い、そして削ってしまった、あー削りきれない、あ削りきれないな、ちょっと痛い。おおうまい、これ600点プラス体力が、はい、お500点差、ま、勝ったが500点差ただまだ、あーバーストアタック、あー捉えた、投げて、まあ、元気感ガード。さあチュンリー側もゲージが溜まりそう、溜まってしまった。 DJ はまだ溜まりそう、あ、めくりはガード、投げて投げて、でも点数も入らない。あ、今の飛びはやばい、やばいやばい、当てなかった。あー壊しマシンガクソガン、あーこれで DJ が取り返して点数も逆転、1万1000点ほどリードしましたね、1万1000点、約1万1000点。あーまたファーストアタックはニカさんのチュンリー、やっぱこれチュンリー側がやっぱゲージ貯めるのも早いせいも、ああそうですね、ええ、さあゲンキック、うまい、あーピョーした、あーったースパコンが出ない、歩き戦術が出ないあやばいやばいやばい、あーこれ、あーでもねえ勝ち格だから、まあ、今ね、スパコンやる必要もなしでもう、もう勝ち格なんでさあ勝ったのは焼き鳥やっちまいましたなという。そしてこちらは、お、はい、バイパーさん対、はい、中野、中野 1P、バイパーさん 2P です、お願いします。さあここで中野が何を出すかですね。これこれがルーザーズの準々決勝、はい、これ読み合い難しいですね、お互い。
そう、このルールは回転キャラが超弱いんですよ。まあでも何もさせずに殺しきればってところもあるので、あ、とりあえずじゃあキャラの申告お願いします。あ、まだバイパーさん考え中です。あ、バイパーさんちょっと考え中なんで。はい、キャラ決まりました。さあ、バイパーさんはまたもやベガ、はい、中野はまたもや、まあ、楽しみで。さあ、しかもさあ、ファーストアタック。さあ、サイコで突っ込んで取ったのは中野。ただ、投げは点が入らない。もっと100点ずつしか入らない、100点ずつしか入らない。お、ただこれね、ラウンドボーナスで逆転しますよ ね、 そうですね。1万点ぐらい入るのかな、入りましたね。1万2000点、これで約1万1000点差がつきて、さあファーストアタックはどっちが取るか。さあ、ナイスセットベース、バイバーさんが取って、まあ、とりあえずベガもコンボが入ればダルシマ相手のせいでピオを出せてブラストなりますからね。さあ、トネピーガードが硬い、連続技、おー、連続技食らなければ、これはいいんじゃないですか。食らってしまった、逆転、逆転しましたね。さあ、開幕最後からの試合内容でどう勝ったっていうか、どうやって点数取ったかずっとなんか見てるんですけど、まあそういうルールですからね、そういうルールなんで、今回は、ええ、試合に勝ったとしてもね、得点で負けるというケースが多々ありましたから、どう点数を取ってかっていうのがすごい重要なので、はい、あー、投げて裏に出てしまったが、さあ上り中キック、さあ得点もバイパーさんリード。さあ、ここはナイトメアを出して、さあ残り0ドット、おっと削った、ここで中野を倒す。さあ、このままルーザーズの決勝、あ、準決勝、準決勝、はい、焼き鳥対バイパー、お、バイ、焼き鳥が 1P、 バイパーさん 2P、 え、バイパーさんそのまま 2P でお願いします。さあ、これお互い渋い顔をしている。何でいけばいいのかと。あ、 1P は決まっているそうで、これと勝った方が、はい、ルーザーズの決勝で自分と当たると、シューさんと、はい、わかりました。福山さんがホークホークかみたいな、しかもカッコ S と X って。さあ、焼き鳥は龍、焼き鳥龍、バイパーさんは龍、ちょっとこれは面白いぞ、龍龍龍を選んだ焼き鳥からちょっとというクレームが。お前もだろという。さあ、今のところバイパーさんがまあ得点の方では3点でほどリード。さて、ゲージが溜まったのは焼き鳥龍、これでシンク当たったが数えていたのか。さあ、この3段はでかい、でかいっすね。とりあえず3500点を稼ぐ。ただまあ、そしてバックジャンプでゲージを溜めて中ボスからのシンクはガード。さあ、シンク大ガード、点数勝ってのバイパー、あー、ここで勝利を落として、そして点数も逆転、4200点差。さあ、あ、あ、ちょっと最初ちょっと高かったか、あー、波動を踏んでしまった、めくり竜巻正面、そして3段入れて、危ない危ない、危なかった今、あ、ピオらないぞ。さあ、そしてゲージため、あ、お互い溜まりましたね。さあ、ここは怖い、どうするどうする、あーっと、第5スシンクを狙ってましたね、今ね、狙ってましたね。さあ、カクカクする、カクカクしますね、ナイス波動めくり立つ、おー、あとバイバイ、おーシンクが怖い、怖すぎる、おー、うまい、垂直動け、点数勝ってんのは焼き鳥、しかもシンクも持っている、あー、でもファイヤードが刺さる、これ点数も逆転。さあ、第3ラウンド、お、開幕飛びでしたが、さあ、昇龍ファーストアタックはバイパー、おー、裏回り昇龍、しかもリバサですね、1000点稼ぐ、ただ得点リードしてるバイパーさん、あーっと、ただ3段は入んないが、あー、ここは全裸ヒットする、全裸ヒット、2
に、ただバイパーさんにもまだゲージがこれが溜まって、これシンクさえ当てさ、当てさえし、あー飛びが入って しまった。勝負を決めたのは焼き鳥。はい、じゃあ次シューさんが 2P で 1P 側がそのまま焼き鳥でお願いします。お、ついに出るのかと思わすときや、やはり焼き鳥は竜一本ですね今日。そうですね、やっぱりメインだと点が入らないから、ただ相手に点を入れさせる前に殺しきればええやないみたいなところも気もしますけどね。まあタイムと体力ボーナスだけだと、あの対抗するのが難しいと考えたんでしょう。なるほど、さすがはですね、ダルシムステージで竜対剣対決、はい、小竜暴れて中小竜、まあこれあと剣側がこれ真空クリア、おお歩き大神とか勝利を合わせて減りましたね。しかもさあシュウさんが1万4000点ほど、しかもファーストアタックも取った。おっと今取れない。さあラウンドを取られた側は結構必死にやらないといけませんので、はい、そうですね、しかも点もリードされますからね、はい、その分とりあえずゲージ、おお終わり、ああ終わり、終わりさあ勝ったのはシュー。ということで、はい、決勝戦いきましょう。はい、じゃあウィナーズの勝者と、はい、ルーザーズの勝者、瀬尾くん試合だよ。はい、じゃあ、はい、1P2P はじゃんけんでいいかな。あ、いや、あの瀬尾くんが決めちゃっていいや。じゃあウィナーズの瀬尾が 2P で、はい、ルーザーズの勝利のシュウさんが 1P で、じゃあ瀬尾くんが2ライフで1ライフ、はい、これは得点は継続はさせない。いやいやいや、したらダメでしょ。したらまずいっすよね。あ、大丈夫っすか、なんか、あ、大丈夫だ、これは大丈夫です。はい、ここはもうお互いメインキャラで 1P 側がシュウさんの剣と 2P 側が瀬尾のシュンリーで、さあファーストアタックを取ったのは瀬尾のシュンリー。やっぱこれチュンリー側は取りやすいですよね、あの中足とりあえず振ればなんか当たっちゃうと、うん、そうですね、先に当たることが多いですし、相打ちになってもそれで3000点入ればでかいですから、ね、とにかくね、ゲージため能力とスパコンの性能どっちも揃っている、ね、その目強いという、はい、あーまいぞ、これはギブアップありですよ、ギブアップ。まあまあまあ、まだね5万点差なんで、まあ、剣もやっぱスパコンが入ればやっぱいや、ラウンドの合間な中間で入ってもしょうがないんですよ。あー、フィニッシュしないと3万点以上入らないんで、まあまあまあ、ええ、ということは剣に求められるのは、はい、出っ張り2ヒットタイプを何回かやると、おお何回もそうですね。あーしかも立ちヒット10万点オーバーということで、はい、今回のルールもう決まってしまいましたね。いろんなドラマがありましたけども、はい、最後瀬尾くんの圧勝ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。エクソルールズ、まあクソみたいなルールなんですけども、なかなか面白いということで、まあやっぱね、クソみたいなルールの方が面白い。はい、まあ残機使い頑張ってください。無理やわ。はい、まあ、ご視聴ありがとうございました。東大戦じゃなくてごめんなさい。はい、では、しばらくいつも通りの試合ということで遊んでってください、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、フジモンおめでとう。
Yeah!
Thank you.
Thank you.
Come on!
Yeah!
Thank you.
Sakon! 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 Sak